バスブレ好きで使ってるやつ全員人間やめた方がいい。ちなみに俺は好き。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、対話拒否系デュエリスト龍です。さあ本日なんですが、元気に対話拒否をねしていこうと思っておりまして、まあ本日もこの龍破壊の剣士バスターブレイダーっていうモンスターで分からしていく、まあそういうデッキなんですけども、あのこれねディスコードで新しい、まあデッキの考察みたいなやつをよくやってるんですけども、デュエリストの皆さんとね、私はサンクトさんというディスコードので、意見くれた方がいらっしゃいまして、シンクロコール使ったら結構簡単にこのバスターブレイダーとバスタードラゴン出せますよっていう、まあそういう、まあ、意見がございまして、こちら採用したシンクロコール型、バスターブレイダーデッキとなっております。これねシンクロコールって何ができるかっていうと、自分の墓地のモンスターを蘇生しながらそいつを使ってフィールド上のモンスターと一緒にドラゴン族悪魔族の闇属性シンクロモンスター一体をシンクロ召喚できるよっていう効果を持ってるんですよ。これがすごく相性がいいんです、バスタードラゴンと、という話。バスタードラゴンはね8シンクロなんですけども、デザイン的に万竜と、破壊剣の使い手バスターブレイダーでシンクロ召喚できるようになってますんで、破壊剣の追憶のコストとして捨てたバスターブレイダーと、フィールド上の万竜をなんかシンクロ召喕したり、あと、まあ、万竜墓地で言ってる万竜を特殊召喚、破壊剣の強くで特殊召喚したバスタブレイと一緒にシンクロ召喚したりっていう動きができるんで、これかなり強いです、はい。でこれでバスタードラゴンを出していく感じですね。まあなんか感覚的にはなんか破壊剣の溶乱みたいな感じ、シンクロコールがまあ弱いけど、でこれでまあバスタードラゴンを出していって、で破壊剣の強くでバスタブレイを出していって、で、破壊剣士の万竜と一緒に追憶で墓地融合をしていくという、そんな感じのねギミックになっております。まあ、詳しいね追憶とかの効果は全部他の1個前っていうかバスターブレイダーの動画で1本目の動画で説明してるんで、そっち見ていただければなと思うんですけども、動き方的にはこの追憶でこの破壊剣の使い手バスターブレイダー捨ててバスターブレイダー特殊化して、でドローセンスローレベルで万竜引いてきて、で万竜とバスターブレイダーでシンクロして、まあ、墓地から融合するみたいな感じの動きですね。でドローセスローレベルっていうスキルがどういうスキルかっていうと、1000ライフを受けた後に使用できるんですけども、通常のドローを行う代わりにレベル4以下のモンスターをドローするっていう効果を持ってますん でこれで、確定でこのなんか4、5万竜じゃねえ、破壊現象の万竜ちゃんを、引いてくる。これで、こいつが要は鍵なんで、これがエアーマンなんですよ、このデッキなんで、これを確定で引けるようなそんな感じのギミックとなっております。早速ですね、この破壊剣士の万竜、シンクロコール型先行制圧アルティメット流派会やっていきましょう。お前今日からドラゴン族なデュエル3倍さあお相手の方カリバー、はい、追悼デッキね、はいはい、追悼者ね。このリミットが適用されるまでの間のこのランク戦の虚無感やばいよねっていう話何回もしてると思うんですけど、リミット適用がねやっぱりかなり時間あるんで、遊戯王ってなんか追悼、要はその最後にデッキを使っとこうっていう方がいらっしゃるんですけども、いっぱいねデュエルリンクスにはそういう考えの方と、もう新しくデッキを組んで新しいリミットで回したいっていう方と、なんかその、ま、なんだろうな、すれ違いというか、その思惑の違いみたいなのがあって、この時期のランク戦マジ虚無感が溢れ出てるんで、あんまりやりたくないんですよね今結構ねよく僕は幹部会っていうメンバーシップでルームを開いて撮影していることが結構よくあるんですけど、ローチに、はいはい、まあ、闇遊戯で分かんなかったらとりあえずローチ立てるみたいなのがあるよね、はいはい、いいよ、意外と強そうな盤面じゃん。まあ、こっちはねちなみにねもうカードの効果で特殊化することしかないので、ローチ1ミリも刺されません、はい、1ミリたりとも刺さないローチは。ただ反動はめちゃくちゃ弱い、これやばいかもしれない。あれ、まあ、でも突き押しあるかなんかあるか、もう今スワローズネストとかいうなんか地獄みたいなカード入ってないと思うんで、多分ね突き押し1枚で返せると思うんですよね。なんでカリバーは一応あるんですけど、カリバーをコズミックサイクロンでぶち割ってあげればギリギリなんとか入るみたいなことないですかね。無理か、終わったかもしんねえ、終わりやこれ、負けだ。かっ、いける、これはいける、それはいける、じゃあそれはいけるなんか癖怖かったのかな、なんか狡猾かなんかケアした、
月の人とりあえず発動して、はい、やつは一体何をケアしたんだ、ちょっとわからないけども、ちょっとわかんないんだけども、なんか何かをケアしましたね、何らかのカードを、まあ、とりあえずコズミックサイクロンで、それは読んでいたぜ、はい、それは読んでいたぜ、まあ、全然読んでなかったけどあ、聖杯か、なるほど、スキル発動ドローセンスローレベル、さあ破壊剣士のバンリーを完成ドロー、そして召喚バンリーの効果発動、召喚成功時破壊剣カードを1枚を手札に加えることができる、これがエアーマンだ、通称で破壊剣の強力を手札に加えさせてもらうぜ、そしてアルティメット最強カードをガン捨てさせてもらう、セッツセッツセッツ、さあ怖えだろ、ターンを終了するぜ、さあ怖いだろうな、一体何が起きるのかってか、とりあえず俺は破壊剣の追憶の効果を発動するぜ、破壊剣の追憶の効果を発動、チェーン順番こっちでいいか、破壊剣の追憶手札から破壊剣カードを1枚手札に置くから墓地の送ることによってデッキからバスターブレイダーモンスター1体を特殊召喚することができる、ちなみに破壊剣の強くこれちょっとシンクロコールも発動しよう、その破壊剣の強くの効果にチェーンしシンクロコールの効果を発動、バスターブレイダーを墓地から蘇生することによってフィールド上のチューナーモンスター1体とバスターブレイダーでシンクロ召喚を行う、現れろレベル8のあレベル7のバスターブレイダーにレベル1の破壊剣士のバンリューをチューニング、シンクロ召喚召喚せよ破壊バンリューバスタードラゴン、そしてバスターブレイダーを特殊召喚、ピロよし、そして、処理後墓地の破壊剣の強力の効果発動、破壊剣の強力の効果によって、墓地からドラゴン族モンスターとバスターブレイダーをゲームから除外し現れろリー破壊の剣士バスターブレイダー強すぎて草この盤面がねトラップカードなんかめちゃくちゃ使うとね一瞬で揃うっていう、これをできるように一応ドローセンスローレーブルにしちゃって破壊剣士の蛮竜の効果を、ね、通していくという、はい、横になってください、お前超獣族らしいな、お前今からドラゴンだ、お前今日からドラゴン族でサイコパス完全にサイコパス、あ、お前もドラゴンね、あ、お前もドラゴンねって、はい、お前もドラゴン、はい、ドラゴンは全員黙ってご自宅に帰ってください、どうぞ、お疲れでした、さあ、お相手の方いただきに立つも30枚なんだこのデッキ、わからねえ、新テリトリーな、なに新テリトリー30枚デッキで初手新テリトリーから入るの結構犯罪だな、新スターラスト、なるほどな、なるほどな、コズミックサイクロン、今ね新テリトリーで発動した新ワールドは対象取れないんで、あの破壊ってか対象取れるのは新テリトリーだけですね今のところ、まあただちょやばいのはで、これコズミックサイクロン打ちたくなる気持ちめっちゃあるんですけど、これ打っちゃダメなんですよね、これ打っちゃうとなんかテリトリーの効果になっちゃうので、これ微妙なんで、ちょ相手の動き見てから打ちたいんで、ちょ一回ちょ全部スルーで、はい、パラドックスギアパラドックスギアパラドックスギア、こいつすげえな、30枚構築でテリトリーから入れなかったらめっちゃやばいぞ多分このデッキで、はい、何でしょうか、パラドックスギア、はい、いいでしょう、パラドックスギアもいいでしょう、これあれか、突き押ししてればいいのか、これ出てこれねえよ、もうこれで突き押しで、はい、パラドックスギアはね自分で自身をリリースするって効果なんで、これで大丈夫です、はい、出てきません、2500ダメージを、何レインボーやばいやばこいつ結構強えな、反動4000パンチは、とりあえず破壊剣の追憶発動をバスターブレイダー出してく、縦で出してく、でコズミックサイクロンぶち込むと1体しか入れなくなるんで、こうしたらこれどっちにしても大丈夫だな、これこうしてこれどっち死ぬの、これ選べんの、相手、あ、そうなるんだ、そういう感じ、なるほどなるほど、じゃあ勝ちなんじゃない、ドロー万竜で万竜召喚、はい、で効果破壊剣カードを手札に加えることができる、これは強力じゃなくて融合でいいですね多分、でですね、シンクロ召喚、バスタードラゴン
お前ドラゴン族らしいな。お前ドラゴン族らしいな、もともとでもドラゴンだから。ドラゴン族も上書きでドラゴンって言ってるから。あ、破壊剣バンディ、破壊剣のバンディじゃねえ、バスターライダー2体いるんで蘇生しましょう1回。はい、で1体蘇生しといて、で墓地のトラップカードの最強効果で融合していく。破壊剣の強みの効果を発動。破壊剣の強みによって墓地からバスターブリーダーモンスターとドラゴン族モンスターをゲームに落ちまして、最強モンスター、美和家の決心、バスターブレイダーを特殊召喚。はい、ドラゴン族全部趣味になってください。寝てください。はい、寝ていただいて、バトルフェイスでーす。はーい、対戦、ありがとうございました。このデッキ、ガチで対話拒否すぎる。もうちょっとさ、対話しよっか。遊戯王なんだから。さあ、お相手の方、迷宮兄弟。ロカデッキじゃないやん、絶対もう。ロカデッキじゃないやん。とりあえず破壊剣士融合をセットするしかないんだけど、やることな。ドラゴン族出して、ドラゴン族出してくれるとありがたいな。まあ、一発は行きましょう、とりあえず。破壊剣士の万竜を、まあ、一発受けて、ペンディラムコール。やばそう、なんか、すごいこと起きそう。トゥーンリボルバードラゴン、なるほど。トゥーンリボルバードラゴン。トゥーンリボルバードラゴンってなんだ、龍脈の魔術師と龍血の魔術師、なるほど。はいはい、で龍脈、はい、龍脈、はいはい。でスケールはね、これ破壊されないっていう一応効果得るんですけど、ペンデラムコールで持ってきたら魔術師カードは、効果で破壊されないっていうね、相手のエンドフェイスまで。やばい、おめっちゃできた、まずい。トゥーンリボルバー、リボルバー、リボルバー。あ、ええ、やばない、なにこれ、ちょやばくないそれ、ちょガチでやばいこと起きてるんだけど、これどういうことこれ。いやでもトゥーンリボルバーは一応攻撃できないはずなんだけど、ちょっと待って、リボルバーの自体はやばくないか、え、ちょっと待って、うわー、うっせやん、どういう状態これ今、何が起きてるの、この遊戯王デュエルリンクスって世界では。え、もうなんか何でもありやんだけど、やばい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 こと起きてる、嘘でしょ、クソ強いんだけど。トゥーンリボルバーとリボルバーとリボルバーと魔術師で4色できんじゃん、これ天才か。